チャオ、ゆりこたえがです。みなさんこんにちは。今日はいろんなコンビニに行ってマリトッツォを比べてみたいと思います。イエーイ。なぜというと、マリトッツォはね、イタリアのお菓子なんですよ。それは知ってましたか？そう、ローマのお菓子です。イタリア語でマリトは夫というの意味なんですよ。男から自分のガールフレンド、結婚したい時にマリトッツォの中で指輪を隠しました。どういうとこで売ってるんです、マリトッツォって？カフェかお菓子屋さんが多い。まあ、多分ローマだったら絶対スーパーとかに絶対あると思うんですけど、あとパン屋さん？あ、パン屋さん。パン屋さんにも売ってると思う。日本ではこういう風に世界のお菓子がすごく流行るっていう、そうですよね、はい、なんかびっくりしました。本当に台湾のね、タピオカが流行って、そう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 、今年はイタリアのマリトッツォ、私の出番だ、ピョン。なんですけど、実はイタリアのお菓子が日本で流行るのって2回目なんですよ。あ、そうなの？一番最初は1回目、1990年にあるイタリアのお菓子が日本ですごくブームになったんですけど、何かわかりますか？カロスターター。違いますね。わかんない。なんだろう？ティラミス。あ、ですよ、ですよね、ですよね、当たり前、ティラミスだったんですよね。そうですね、もう日本人ティラミスが大好きですからね。今日はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのものを買ってきたので、早速ちょっと本場のイタリア人が食べた感想を教えてください。イエーイ。エアデッソマンジャーメン、マリトッツォ、マリトッツォ。なんかこれが一番気になるんですけど、ちょっと開けてみたいと思います。これファミマ、ファミマのマリトッツォですよね。うおうー、わーお。マリトッツォはね、こうじゃなくて実はこう、こうなんですよね、形は。だから形はちょっと違うんですよ、イタリアと比べるとちょっと違うなんですけど、まあ多分コンビニものやつなので、それじゃないとね、なかなか売れないと思います。では一番最初のマリトッツォを食べたいと思います。いただきます。おいしい。あ、なんか急に懐かしい味が懐かしい味が。これは日本人が好きということですよね。柔らかくて美味しくて甘くて、なんかミルクの味はすっごくするんですよね。このファミリーマートのマリトッツォはちょっと変わってて、そうね、マリトッツォって普通パンですよね。そう、でもこれはシフォンケーキみたいですね。あー、ですよね、ですよね、確かにシフォンケーキに似てる、すっごく似てるんです。へえ。確かにあの中身のクリームが似てると思うんですけど、この層とこのパンみたい、このシフォンケーキはね、ちょっと味が変わってしまうんですよね、かなり。次はセブン、セブンイレブンで、セブンスイーツのマリトッツォ。なんか丸い、丸くて可愛いんですよね。でもこれはスローベリー&ラズベリーソースだけでマリトッツォ。わお、ハンバーガーハンバーガーに見える、かわいい、ちっちゃくて丸い、かわいい。あ、でもこっちの方がパンっぽい、上が。いただきます。ボンアペティト。なるほどねなるほどね。おう、これ日本のお菓子です、完全に日本の味日本の味。どういうとこが本国と違いますか？あんまりそこまで甘くなくて、その甘さは結構日本人が好きの、クリームとかミルクの味はちょっと薄いんじゃないですか、日本は。甘さ控えめっていうのがイタリアにはない。ない。甘いんだったらめちゃめちゃ甘いなイメージがあるんですよ。まあもちろんお菓子によるなんですけど、これなんか、これを食べると懐かしいなってなったんですけど、これを食べると
あれあ、コンビニにプーダン食べてるお菓子だねってちょっと思いました。なるほど。そう、これローソンですね。スミスはマリトッツォ、あ、これチョコハイリーですよね。これはものすごいでかい、ものすごいでかいです。こちらです。本場のマリトッツォって大きさどんなもんですか？あ、大きいですね。でかい。これじゃあ倍ぐらい。そう、形も全然違うんですよね。こちらです。なんかわかるのかな、このペンテスラチャテラみたいのちっちゃい黒身のピンピンってのやつがあるんですよね。パンも全然違いそう。 OK、 いただきます。ワンペティと、うん、このローソンはこの他のやつのミックスしてるぐらいの味してる。なんて言えばいいんだろう、あのこのクリームがそのファミマみたいにそんなに柔らかいではないなんですけど、結構味がしっかりしてる。甘い、甘い。でもなんで甘いのは、チョコが入ってるから、そのチョコの味がちょろってすぐ感じるんですよね。しかしこういうパンのやつはね、ちょっとでか、なんか重い。今までの、食べたのやつはやっぱりこういうファミマのやつが一番近いは感じしました。で次はローソンで、もう一つの次はセブンイレブンのやつはね、ちょっとに日本に合わせたの味です。でした。なるほど。いいね。でもさあ、なんかゆりこたえがマリトッツォとか作ってみない？どういうの作るんですか？私でもやっぱりそういうジェラートとかやってみたいと思うんですよ。絶対本物のイタリアのジェラートで作るとか絶対美味しいし、やっぱりその生クリームも父さんの作ってると一緒の感じと、でやっぱりこういうクラシックの味で上に蜂蜜とかちょっとだけチョコレートとか、なんか結構これを見ると日本っぽい、どっちかというと形とかもそうなんですけど、結構私だったら本当のイタリアのマリトッツォを出してみたいなって思いました今。よいしょ、マリトッツォを比べてみました。全部違くて美味しかったです。で、なんか日本のマリトッツォとイタリアのマリトッツォはちょっと違うんですけど、9月の12日からあと10月の9日まで、イタリアにいます。その時この3週間ぐらいは本当のマリトッツォを食べたいと思います。だからそのレビューとかいろんな動画をも、出しつつもしたいので、ぜひチャンネルを登録をしてくださいね。ありがとうございました。いつかゆりこぱいがマリトッツォプロデュースとかできたらいいなって思いますので、よかったら応援してください。ありがとうございました。チャオ。ちょっと面白いもの見つけたので買ってきたんですけど、どら焼きマリトッツォ。見えるかな、これで。ちょっと全然違うじゃん、面白い。わー、これあんこですよね、玉の中は。わー、わー、これ面白そうからちょっと食べてみたいと思います。おう、うん、面白い味してるね。あ、でも美味しい、意外と美味しい。イタリア人にも受けるこれ。確かにどら焼きの味はするんですけど、この生クリームはね結構イタリアンっぽい。あ、
逆にその同じセブンイレブンでも、同じセブンイレブンでもこっちの方が生クリームそっちの方がなんか美味しい美味しい。東の彼方の不思議の国。